今回のパワオモは、パワーポイントで作ったイラストでお小遣いを稼ぐ、の動画をお届けします。パワーポイントは、プレゼンテーションを作成するツールなのはご存知ですよね。では、具体的に、パワーポイントで何ができるの？と、チャット GTP に問いかけると、次の回答が返ってきました。パワーポイントは、プレゼンテーションを作成するための強力なツールです。以下のようなことができます。1、スライドの作成。テキスト、画像、グラフ、動画などを使ってスライドを作成できます。2、デザインのカスタマイズ。テーマやテンプレートを使って、スライドのデザインを簡単に変更できます。3、アニメーションとトランジション。スライド間の移行や、スライド内の要素にアニメーションを追加できます。4、共同作業。他のユーザーとリアルタイムで共同編集が可能です。5、発表者ツール。発表者用のノートやタイマーを使って、プレゼンテーションをスムーズに進行できます。6、インポートとエクスポート。他の形式、PDF、動画など、にエクスポートしたり、他のツールからインポートしたりできます。おおむね、間違いではありません。しかし、パワーポイントは、イラストを作ることができるツールだということも理解しておきましょう。パワーポイントで参考に作った資料をご覧ください。これは、川越市の成り立ちについて、1ページにまとめたものです。紙ベースの資料なら、文字主体の方がシンプルで伝わりやすいこともあります。次に、プレゼン用に、ロゴやイラスト、背景を追加してみました。デザイン的には、こちらの方がよく見えます。プロジェクターに映し出したり、動画にするのなら、断然、こちらの方が目を引けますね。このページでは、ロゴやイラスト、背景などを使用しています。ロゴは、川越市のものを使わせていただいていますが、他の3つの素材は、配布サイトからダウンロードしたものです。素材は、イラスト AC さんのものを使用しました。このサイトで配布される素材は、著作権をクリアしており、利用契約をしっかりと守っておけば、商用利用ができます。素材も豊富すぎて、逆に、欲しい素材を探すのが大変なほどです。1日4回までの検索、10回までのダウンロードであれば無料で利用することができますので、使わない手はありません。翌日にはリセットされ、使うことができますので、時間に余裕があれば、無料で使い続けることもできます。イラスト AC さんへのリンクは概要欄に貼っておきますので、興味のある方は、アクセスして会員登録をして使ってください。ところで、イラスト AC さんのように、いくら素材が豊富でも、イメージする素材が見つからないこともあります。そんな時には自分で作れそうなら、作ってしまおうと思ったことはありませんか？パワーポイントの図形描画機能を使えば、簡単なイラストを作ることができます。この機能は、Word や Excel にも備わっていますが、パワーポイントの方がより機能も備わっており、動作も軽いようです。図形の表現も、パワーポイントの方が優れているので、イラストを作るときは、パワーポイントで作ることをお勧めします。駄菓子の音がパワーポイントで作ったイラストの一部を紹介します。擬人化パーツです。様々な表情に、顔のパーツをイラストにかぶせると、擬人化されたイラストを作ることができます。ガチャガチャをイメージしたイラストです。昭和をイメージした切手3点セットです。富士山をイメージしたイラストです。観光船をイメージしたイラストです。これらのイラストは、丸や三角、四角などの図形を組み合わせて作っています。パワーポイントでは、文字ベースのイラストを作ることもできます。文字のイラストは、フリーフォントを使えば簡単に作ることができます。図形でイラストを描くのが苦手という人は、文字のイラストを作ることから始めると良いでしょう。パワーポイントで作ったイラストは、ご自身が作ったオリジナルのものであれば、イラスト AC さんに提供することができます。イラスト AC さんでは、ダウンロード会員とイラストレーター会員の登録ができます。あなたのイラストでお小遣いを稼ぎたいと思う人は、
イラストレーター会員に登録しましょう。会員登録する場合は、トップページのイラストを投稿するのリンクからアクセスしてください。イラストレーターには、1ダウンロード 4.36 円の報酬が発生します。無名でも素材を提供し続ければ、年間5000円程度の報酬を手に入れるのは難しくはありません。プロデビューが叶うかどうかは分かりません。企業案件はキャラクターものが多いと思います。オリジナルのキャラクターを作り、シリーズ化すればその可能性もあることでしょう。プロアマ問わずイラストを提供することができます。年賀状や文章作成などで自作のイラストを作ることがあれば、そのイラストでお小遣い稼ぎを検討してみてはいかがでしょう。イラストのダウンロード数に応じてイラストレーターに負担がなく寄付されます。いつの間にか社会貢献に参加できているのは嬉しい限りです。2024年9月現在、イラスト AC さんで1500万円以上を稼いだ人は3人います。単純に月30万円の収入があれば、5年で1500万になるわけですね。しかし、月30万円の壁は相当高そうです。1ダウンロードの単価は、嬉しいことに上昇傾向にあります。単価が上昇すると、報酬も上がってきますので、今後に期待したいところです。ちなみに、ポイントの換金は、5000ポイントからとなります。イラストレーターの登録は、イラストを投稿するからアクセスしたページ下に用意されています。登録する人はそちらから行いましょう。登録する前に必ず利用規約は読んでおいてください。イラスト AC さんで配布できる素材について紹介します。イラスト投稿ができるのはオリジナル作品のみです。自分で作ったもので自身に著作権がなければいけません。フォントについては商用利用可能なら使うことができます。プレインストールされているフォントでも商用利用が制限されているものが多いので注意しましょう。コモンズの素材は使えません。著作権フリーの素材を使うのも加工するのも避けた方がいいでしょう。商標登録されたブランド名やロゴを使うのも NG です。衣装についても注意が必要になります。イラスト AC さんで配布している素材を使うのも NG です。あくまでもご自身で作成した素材を使ってください。著作権侵害には注意しましょう。著作権侵害は刑事罰の対象となります。具体的には10年以下の懲役または1000万円以下の罰金またはその両方が課される可能性があります。常にトラブルを避ける思考でイラスト作成をしてください。ところでイラストを AC さんに提供した場合、そのイラストの著作権はどうなるか疑問を持たれた人もいるのではないでしょうか。イラストの著作権はイラストレーターに帰属します。ご自身のイラストは当然制約なくこれまで通り使用できます。ただしイラスト AC さんに提供しイラストがダウンロードされたものについては、著作権はあなたのものですが、使用に関してはイラスト AC さんの規約に反しない限りダウンロードした人が利用できることになります。イラストを削除したり脱会してもその条件は適用されるのです。ダウンロードするごとに報酬をいただいているのですから、ダウンロードされたイラストの使用権は認めないといけないということですね。キャラクターなど将来商業化が見込めるイラストについては慎重に対応するようにしましょう。人気イラストレーターになるポイントをイラスト AC さんのブログで紹介しています。各ポイントの詳細を知りたい方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからアクセスください。イラスト AC さんに投稿する場合の仕様について確認しておきましょう。 JPEG 画像が必須です。イラスト素材は JPEG 1枚から投稿することができます。しかし JPEG は画像が劣化がしやすいので、ピングも用意してあげるといいです。 PowerPoint では JPEG とピングの両方の書き出しができます。
各データは10メガファイルまでアップロード可能。画像ファイルには容量制限があります。制限範囲内でイラスト素材を作りましょう。JPEG と PNG は RGB モードで制作。推奨サイズは横1600ピクセル、縦1200ピクセルです。パワーポイントのスライドは名前を付けて保存するとデフォルトサイズで横1280ピクセル、縦720ピクセルになります。小さいサイズの画像を大きくするとアラが出てきます。なるべく推奨画像より大きいサイズで作りましょう。推奨画像より大きくする方法は後で紹介します。PNGは一部の色を透過することができます。透明フィルムのように重ねることができるので、合成したような表現を作ることができます。この女性のイラストの背景を透過し、京都の風景に重ねると、風情あるイラストを作ることができます。AI または EPS データは Adobe Illustrator で編集可能なベクターデータをアップロードしてください。このファイルの制作は必須ではありません。イラスト AC さんでは、ベクターデータはダウンロードされやすいとお勧めしています。ベクターデータは改変しやすいメリットがありますが、イラスト提供者には意図しない使われ方をされるデメリットもあります。制作に専用のソフトウェアが必要であり、慣れていないと作りづらさもあります。提供するかどうかは各イラストレーターで判断してください。パワーポイントでイラストを作るコツを見ていきましょう。イラストはスライドの中に作っていきます。図形描画機能の中にある図形を使い描いていくのです。簡単な顔のイラストを作ってみましょう。顔のベースと目、鼻、口のパーツを図形で用意しました。これらのパーツを重ねると顔のイラストを作ることができます。図形の統合の機能で接合、傾き、合成、切り出し、重なり抽出、単純傾きを使うことで図形の形を変えることができます。実際にどのような統合ができるのか見ていきましょう。接合は最初に選んだ図形をベースに結果が変わります。2つの図形を1つにしたい場合に利用します。複数の図形を選択するにはシフトキーを押しながらクリックしてください。傾き、合成は重なり合った部分を切り抜きます。切り抜かれた箇所は透過されるのが特徴です。切り出しは重なり合った部分を切り出します。パーツごとに分けるのに便利な機能です。切り出された図形はそれぞれ独立した図形となるのです。イラストを作る上で一番多く使用する機能です。重なり、抽出は重なった部分だけを残し切り出します。単純型抜きは重なった部分を削除します。単純型抜きは
重なり抽出の反対の結果を返します。ここで図形の統合の応用を紹介しておきます。複数の図形で画像を整形することができます。複数の図形はシフトキーを押しながらクリックしてください。選択した図形を切り出せば新たな図形を作ることができます。切り出した図形は塗りつぶしあり、なし、線の色と幅を自由に変更することができます。パワーポイントに用意された図形以外のものも作れるので、創意工夫をしてイラスト作りをしてください。図形は書式の設定から図形の編集、頂点の編集でパスをカスタマイズすることができます。ベクター系の編集のように頂点を移動させたり、パスのスライダーを調整することで変形が可能です。パスは追加、削除、開くこともできます。これらの機能を使えば、複雑なイラストも作ることができますね。ただし、パスの修正は慣れが必要になります。このネズミのイラストは、パワーポイントのアニメーション用に作ったものです。走ってきたネズミがつまずいて転んでしまうアニメーションです。このアニメーションは、パワーポでパラパラ漫画風にアニメーションを作る方法の動画で公開していますので、動きが見たい人は概要欄の動画のリンクからアクセスしてください。このイラスト、どんなパーツで作られているかを見てみましょう。パーツの位置や向きを変えるだけで、違うポーズを作っています。パーツの再利用ができるのが、図形の利点ですね。次に、東京タワーのイラストを見てみましょう。東京タワーの格子の部分は線画を使用しています。ランプの魔人を分解してみましょう。
こうして分解してみると、どのような図形が使われているのかがわかりますね。決して難しいものではないことが、ご理解いただけたでしょう。パワーポイントでのイラストの保存方法について紹介します。通常、画像の保存は、ファイル、名前を付けて保存で、画像形式を選択して保存します。この方法では保存された画像は、JPEG、PNG ともに、デフォルトで、縦1280ピクセル、横720ピクセルのサイズになります。PNG画像を透過することはできません。では、もう一つの保存方法ではどうでしょうか？スライド内の画像を選択し、右クリックをして、図として保存を選択して保存してみましょう。すべてのイラストを選択する場合は、コントロールと A を同時に押すことで選択できます。この方法で画像を保存すると、ファイルサイズが縦3704ピクセル、横2062ピクセルと大きくなっていることがわかります。つまり、サイズアップしているということです。イラスト AC さんの推奨サイズはクリアできますね。ファイルに名前をつけて、で保存された画像は、スライドサイズに比例した画像となり、背景も保存されてしまいます。右クリックから図として保存した PNG 画像は、イラストの描画範囲で保存されます。JPEG は、背景色が残り保存され、PNG は透過処理されて保存されることになります。PNG に透過処理が必要な場合は、ファイルに名前を付けて保存で保存する必要があります。ファイルに名前を付けて保存で、イラストを保存する場合の注意点を確認しておきましょう。この場合、イラストの境界線は、イラストが配置された上下左右に設定されます。この状態でイラストを保存すると、境界線にかかった部分のイラストが描ける場合があります。この問題は、イラストの周囲に塗りつぶしなしの四角形を作り、囲み、イラスト全体として保存することで防ぐことができます。イラストと境界の間にマージンを設けるのです。囲み線を入れたイラストを確認してみましょう。絵の描けたイラストは、ダウンロードする人にとっては残念がられます。囲み線で、イラストの周囲に余白を持たせた素材の配布を心がけましょう。
イラスト AC さんにイラストを提供し続ければ、ダウンロード回数、報酬は確実に増えていくでしょう。流行のイラスト、需要があるのに、供給の少ないイラストを扱えば、さらに数字が伸びることも期待されます。投稿されたイラストが365日24時間、配布し続けるのは魅力的なサービスではないでしょうか。少しでも絵心がある、オリジナルのイラストを持っているのであれば、その素材の提供を考えてみてください。なお、イラストだけではなく、写真の取り扱いもあります。興味がある方は、写真 AC さんにアクセスしてみてください。またねー。